この次の発車
本日生落眼体験担当いたします、あまちゃんと申します。ちょっと短い時間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ではちょっと早速なんですけど、ここで落眼もろい屋さんで人気の方となっております。まずはお一つどうぞお好きなのをお選びください。どうぞ、じゃあ手に取っていただいて大丈夫です。あ、結構重いですね。そうなんです、結構重いです。Thank you.
せて来日した作者が、こちらもジェームズ・トレルという方が作ったブループラネットスカイという名前の作品なんですが、作者の名前にちなんでタレルの部屋と。
前飛んでるんだ。